10月1日の夜、都内のレストランの前に、松田聖子の姿があった。母、和子さんの手を取り、事務所関係者2人と共に4人で店内へ入っていった。写真あり、10月1日の夜、母、和子さんと手をつないでレストランに向かう聖子。この店は高級店というわけではありませんが、聖子さんのお気に入りで、仕事関係者やご友人と個室を利用されるのを見たことがあります。 ただ、お母様も来られるのは珍しいですね、常連客。証拠が実母と共にディナーに出かけたのには理由があった。この日は、亡きさやかさんの誕生日だったのだ。あるテレビ局が1年かけて聖子さん本人へのインタビューを含めた番組企画を申し込んでいますが、未だ明確な返答はないそうです。聖子さんは自分の今の思いを、 自ららの言言葉で正確に伝えることとがままだだだ難しいい状態だからだと言います。音楽関係者21年12月に愛娘を亡くしてからはメディアへの出演をしばらく控えていた聖子だが今年2月には2年半ぶりのニューアルバム「聖光ジャズ3」をリリース3月には音楽番組「ミュージックフェア」フジテレビ系に登場した娘の逝去後初のメディア出演となった 同番組は基本的に歌唱のみで、トーク部分がないことから聖子さん本人が決めたそうです。ただ、各局が追随してオファーを出していますが、すべて断られています。コンサートなど、ファンの前では、これからは娘と一緒に歌っていきたい、とさやかさんについて口にすることもありますが、メディアではまだ話せる心境にないのでしょう。テレビ局関係者、 聖子は愛娘の形見を今も肌身離さず持っているという。現在、彼女が使っているシルバーの手鏡はさやかさんの愛用品だったものです。自宅には未だにさやかさんの部屋が残っており、毎日立ち寄って埃がつかないよう綺麗に掃除していると聞いています。前で、音楽関係者。そんな聖子の気持ちを大きく書き乱す、騒動、が最近発生した。 娘の元恋人、前山高久、33の芸能界復帰だ。休生直後、前山氏が交際中にさやかさんを罵倒していたことなどが、文春オンラインで報じられました。彼女のファンを中心に非難の声が殺到し、22年1月に前山氏は心身の不調を理由に芸能活動を休止しました。ところが今年2月に前山氏は突如インスタを開設。 8月には、週刊女性プライムの取材に活動を再開する意向を示したのです。9月8日に復帰作の舞台、ある日の通り雨とともに、が正式発表されました。聖子さんもなぜ彼がまた表舞台に、と複雑な思いだったと言います。その後、ネットを中心になぜ前山氏をキャスティングするのか、との批判が相次ぎ、13日に共演者2人が出演を辞退。 20日には主催者が舞台の開催中止を決めました聖子さんも胸をなで下ろしていたと聞いています芸能関係者